35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画番外編実践編にオートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをお届けしています。おかげさまでたくさんの皆様にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をしていますが、11月12月は主にオートキャドに対しての質問に対して一問一答で動画を作っています。これですね、質問。オートキャドのファイルを PDF にするのに時間がかかるというご質問がありました。どこに階層にするとかいうところもありますし、この時間がかかるっていうところですね、といろいろ問題が、ご自身のパソコンのスペックというところもあるんですが、解像度ですね、設定の解像度によっては当然時間がかかりますので、そこは印刷のスタイルの方なので、印刷のページ設定のところと、あとプロッター設定のところでですね、変更すること、時間軽減することが可能なので、やっていただければと思います。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビムシムレッスン TV オンラインの問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。